おはようございます。おはようございます。ワイズロード新宿カスタム店の石澤でございます。皆さん、前回の放送以来、お店で石澤さんですよね、石澤さんですよねと次々にこう声をかけることが多くなり、大変恐縮な気持ちでございます。今回は早速、はい、お題に参りましょうか。そうですね、はい、健太君は今日いないんですが、はい、ちょ私の方で、はい、いるのを教えてもらおうと思います。はい、よろしくお願いします。今日はもうタイヤをね、見てもらったらパンと並んでますが、前回、まあ、ハイグレードの、はい、まあ、比較だったと思うんですけど、はい、今回はどんな感じになります、はい、お値段が高いやつは確かに性能すごく良くなるんですけども、はい、そこまでお金かけたくない、でも走りには妥協したくないっていう方のためのチョイスの中でも、はい、スペシャルなオファーをご用意しておりますので、そちらをご紹介させていただきたいと思います。それ嬉しいですね、はい、じゃあぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ どれになりますか。そう、いろいろあるので、今回ご紹介するのはこちら、ビットリア。はい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 、まあ、イタリアの今存在するタイヤメーカーの中でも老舗中の老舗ですね。チューブラーの頃からクリンチャーに、そして最近のチューブレス、レディのタイヤも幅広く製造している、特にロードバイク用タイヤのパイオニアといえるメーカーでございます。で、このビットリアの製品ラインナップの中にいくつかグレードがあるんですけど、ね、はい、前のクリンチャータイヤの比較の時に、そうですね、これはそうですね、はい、コルサでございます。これ1本で結構な、ね、お値段しますからね。そうですね、7000円、メーカー希望小売価格7800円、うん、しますね。ハイエンドの、まあ、よく走るよく転がるタイヤでございます。でとはいえ、まあ、日本買うと15000円、ちょっとしたホイール買えちゃうじゃん、うん、っていう方も結構多いということで、はい、もうちょっとお買い得に使えるものっていう形で今回ご紹介するのがルビーノ。はい、でルビーノってね、少し前から自転車乗ってる方からするとなんかエントリーグレードのタイヤじゃんみたいな感じの名前なんですよ、うん、で昔から、まあ、上位グレードのコルサで、その下のグレードのルビーノって位置づけで製品作り続けてきたんですけども、ルビーノはちょっとこう普段履き練習用タイヤって位置づけの名前だったので、はい、結構前から乗ってる方からするとなんかこう下のグレードみたいな感じがあったんですけども、うん、実は前回モデルチェンジをした時から大幅に進化してます。そうなんですか。はい、でちょうどタイヤの比較編でビットリアの特徴としてご紹介したグラフェンですね。このグラフェンコンパウンドっていうのが走りを劇的に前方に良くするっていうふうにご紹介しました。はい、で普通こういう最先端の技術って大体フラッグシップのタイヤにしか使われないことが多いんですよ。はいはいはい、まあそれが僕も普通だと思います。ところがね、なんとびっくり、今回ご紹介するルビーノはミドルグレードでありながら、もしやグラフェン 2.0、 おこれめっちゃ使ってるってことですか。はい、そうなんです。上位グレードのコルサにも使われている、転がりは軽くなり、コーナリングの時にはグリップを良くし、はい、しかも長持ちするよというグラフェン 2.0 コンパウンドを採用しております。すごいですね。はい、大盤振る舞いですね。これでも2セットで、はい、でこの今価格になるんですね。そうです。でを開けると、まあ、見てわかると、はいはいはい、ルビーノが1本入りました。ルビーノが2本、なんで2本入ってるの。すごい2本結構なってます。でね、おかしいんですよ、この根付けが。なんでっていうと、ここにルビーノ 2.0 単品販売がございます。お値段はメーカー希望小売価格5000円です。これが2本でなんとじゃじゃーん7900円。通販番組だみたいな。コスパがちょっと良すぎません。ちょっとこれはね、メーカーさんも値段付け間違えてんじゃないのっていうようなぐらい、そうですよね、超お買い得なパッケージとなっています。でさらに中見て驚いたんですけど、はい、ちょっと持ってください、空箱じゃないんですよね。なんとこの値段でもうこの時点でタイヤ2本ならはるかに割ってるんですよ。チューブ出てきちゃいましたよ、これ2本ちゃんとついて。はい、これすごくない。タイヤとチューブはなんと4本入ってきて7900円。これ今お買い得って、タイヤ
そう、お買い得という領域をはるかに超えたちょっとお菓子なんですけどですよね、パッケージでございます。物も最新の技術使われているものですし、はい、でね、トリアのラインナップ、まあお話しした通り昔は結構グレード感で確たる差があったんですけど、はい、今ね、実はパッケージの裏にデータチャートが記載していて、まあこれはビットリアの言い分なんで 100% このまんまの性能を発揮できるかっていうと必ずしもそうとは限らないんですけども、レーダーチャート見ててもねほとんど差がないんですよ。違うのはスピード、ライトウェイト、ドライグリップ、これがまあそれぞれ5段階中の 0.5 だけコルサの方が上だよ、はい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 、でそれ以外のウェットグリップ、プロテクション、デュラブル、要するに、濡れてる路面でのグリップ、あとは耐パンク性だと耐久力に関してはどっちも変わらない、変わらないですねっていうふうに言ってます。実際ね、重量に比べてもこの2つのグレード感って 10g ぐらいしか重量が変わらないんですよ。 なのでもともとのお値段の差からしてもかなりお買い得なチョイスだと言えます。で中で2つのタイヤの違いはコンパウンド、表面のゴムの種類の使い分けです。で一番上のコルサに関してはなんとびっくり真ん中から両脇まで4種類のコンパウンドを使い分けてます。他のメーカーだとだいたい2種類ぐらいが多いのでこれは驚異的なことだと。すごいですよね、はい、素材を変えてるってことですよね。そうです、真ん中の方は転がりを感じするために硬く軽快なコンパウンド、両脇に近づくにつれてしっかりグリップしてくれる柔らかなコンパウンドを使ってます。じゃあセカンドグレードの B のはいくつかっていうのっていうと3種類。すごいですよね。それでも3、そうなんです、使ってるようですけど、ミドルグレードなので3種類コンパウンドを使っているという贅沢設計でございます。なのでしっかりコーナリングでもグリップしてくれ、自転車をまっすぐ戻すと軽快に転がってくれるっていう性質はこのミドルグレードでも十分持っています。でもう一つが土台の部分、ゴムが乗っかっていない一番下の部分のしなやかさの違いです。コルサ 2.0 だと320ppi という非常に細かな繊維になっています。 TPI っていうのは繊維の細かさ、密度を表す単位で1インチに何本の繊維が使われているか、スレッドパーインチという単位です。当然数字が大きければ大きいほど細かな繊維たくさん詰め込んでいるので軽くしなやかだよということです。じゃあこちらのルビーのプロは何 TPI かというとこれは 150ppi、はいはい、まあこれでもね他のメーカーと比べても十分に細かな繊維だということができます。過不足のない普段使いにちょうどいい耐久力を持ちつつしなやかさも併せ持っているコンパウンドをこれは採用しているわけです。このルビーのプロ裏線 2.0 と、はい、チューブがなんと2本入っていてこちらのお値段ですね。これすごいです。本当に値段が安いとかグレード低いから悪いというわけじゃなく、はい、もうめちゃくちゃ使えるものがこのお値段で。そうです、ミドルグレードというには十分すぎる性能を持っているタイヤで驚異的なパッケージに今回は。しかも当店ならただいま7110円、タイヤ1本あたり3500円でチューブがついてきちゃう。ちょっとこれ大丈夫なの逆に思いますね。はい、はい、というふうなお買い得パッケージでございます。ちなみにね、前ホイールとタイヤのマッチングのお話をした時に、はい、チューブのバルブの長さも問題になるよっていうふうなお話もしたかと思うんですけども、チューブねついてきちゃうからもし自分はディープリム使ってるから使えないかもっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃると思います、はいはいはい、ところがこれね初めからついてるチューブ、よいしょ、中見ていただくと、はい、筒の部分と頭の部分で色が違ってます、はいはいはい、バルブコアだけ取れる作りになってます。そうすると何が違うのか、まあこの部分だけ壊れても簡単に直せるよっていうのもメリットなんですけども、ここを外して筒を延長できるエクステンダーって言いますけども、これが簡単に使える作りになってます。なので初めからついているやつにバルブエクステンダーをかませてしまえばディープリムを使っていけちゃうと。そうです、これは決して深いリムを使っている人にも無駄にならないですね。いいですね、はい、特
になんか始めたばっかりの人とか、はい、ちょっと本当にこれからタイヤとかチューブ新しくしたいなっていう人には完璧な、はい、そうですね。完成車に初めからついているタイヤはもう少し重量の重いものが結構多いので、うん、特にそこから最初のステップアップをしたいっていう方でしたら、このパッケージは非常に魅力的なチューブだと思います。買いますありがとうございます。これはすごいな。じゃあこれもう Y さん新宿カスタム店さんに来れば、そうですね、手に入る。ただ今豊富にご用意してました。すごくこちらをあるんですよ。これでも言ってもらえて買うのと知らないで買うのってまた違いますね。そうですね、いいものだっていうのが分かりました。はい、実はこういったご紹介をしてなくても以前からこういうスペシャルオファーっていうのはびっくりやったらご用意してるんですけど、あ、なんとなく売れてるんですけどね。ご紹介しなくてもどんどん売れてしまいます。これ今回の動画をご覧いただけたらあっという間に売れちゃうんじゃないかな。可能性はすぐですね。私はしております。はい、というわけで今日は超お買い得なリミテッドオファーのパッケージをご紹介させていただきました。ありがとうございます。詳しくはね、下の概要欄の方にも貼っときますので、はい、ぜひチェックしてみてください。またね、ホイールの相談、はい、タイヤの相談も含めて、はい、ぜひ新宿カスタム店さんに、はい、遊びに来てもらえたらなと思います。はい、ぜひお越しいただくのをお待ちしております。今回もありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあまた次回の動画をお楽しみに。さようなら。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。もしこの動画がいいと思ったらグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録も忘れずに、次回の動画もお楽しみに。それではさようなら。さようなら。俺は